はい、ということでまた、ゲーム動画あげます。これが先週の日曜日のゲームですね。まあちょっとね、やりたいって子がいたんで、新人を連れてちょっとゲームしてます。今んとこ左手消えます。ちょっとここは丸見えやけん、敵が。一人来たよ、左。一人ネット際まで来たよ。手前来たよ。翔平君、正面におるよ、一人。左側。ショットガンじゃきつい。あ、あそこで届くよ。ただ、ただ。動いてない。一瞬だけ散らすのぞいてに、縦長のオレンジのバリケードがあるけん、そこに顔をひょっこりぼかしておるやろ、正面ずっとまっすぐまっすぐ。まあこの翌日が、女性のね、あの優遇デーで、まあ500円で、このぐらいにおるん、まあゲーム料金とまあ装備とか全部入れてまあ500円で言うて、まあ新人が女の子が7人ぐらい来たんですけど、まあ結構みんな優秀ですね。やっぱそうそう、そんな感じ。やったことないというか、あんま興味もともとなかった子が来てたんでね、銃の構え方とかも一から教えたんですけど、はっきり言って、まあ、やっぱ女の子はかなり優秀でしたね、今回来た子は。大体みんな、こう、終わるまでにはね、4、5人はキルしてる子もいたりとか。ハンドガンでね、40メーター先、35から40メーター先の、紙コップ打ち落とせるようになったりとか、ね。よっしゃー、危ない危ない。武井さん一回復活っすよ。あ、復活したんすか。まあ今回この初心者が多かったんでね。まあ一回復活ありっていう。自分と同じやけんね。性能がよう分かっとるけん、いや。やっぱこういう慣れてるメンバーがね、一回復活結構きついんですよね。左足止めといたよ。まだ電動ガン持ってたらまだマシなんですけどね。やっぱ、スナイパーでね、エアコッキングでやってると、前に出ちゃうとね、これで敵に戻ってこいとかなりきついんですよ。もうこっちの位置もバレてますからね。おったおった。で、敵もその一人だけじゃないんで、まあね、なかなか下がることもできずで、地獄見るんですけど。ちょうどこの建物の裏おるけん。で、この日が確か第4週だったかな。基本的にこの4週目とか、あんまり人いないことが多いんですけどね。で、まあ、初心者連れていくのはちょうどいいかなと思ったんですけど。まあ、その前の週がね、途中で雨降ったりとかしたせいか、まあ、いつも以上に、何人いたかな ?60 人ぐらいいたんかな、参加者が多くて。そこの結構ええよ、行っていい。ゲームやってるね、ずっと前からやってるような連中が結構多かったんでね。よし、もう一個奥入っていいよ。青のネットの間のちょっと初心者向けのゲームじゃなかったんですけど。中央の方いますね。さっき一人手前の倒してくれたんで、その多分城の裏にはいないと思うんで、前にはじわじわいけそうなんですけど。ただ中央のちょろちょろしようんで気をつけた方がいい。ちょっと行こうか。なるべくこっちに体引っ掛けて。
気合い。後ろ行こうか。極力自分の資格なくすように。おった中央におった。バリケード変えられとるな。またあっち側の味方やられてる。マジこれ、まあ、あのファーストゲームで気づかなかったんですけど、奥側の方がね、もう草刈られちゃったんですよね。だからまだちょっとフィードが雰囲気変わってます。微妙な範囲やな。あら、おったでね、まあ草がない分結構あの膠着状態になっちゃって、まあタイムアップになりました。まあ慣れるまではあんな走り込めてんで。まあこの日今ちょっと行ったんですけどね、21人かな。結構あの常連とか、まあね、あのずっとやってる人たちが多かったんで、でアタッカーがすごい多かったんですよね。なんで開始ね、ほんと10秒も経たないうちにもう中央で打ち合いするような感じになってて、かなりの距離やな。距離ゲット。そこは鬼門なんだよ。難しいとこやな。シュウエコのとこに、シュウエコのとこに移動させたいな。右入ったら、まあ、今打ってたのがあの常連さんなんで、ね、ああ結構僕の大体やり方は分かってるんで、普通に避けられちゃうんですよね。止まってよ、シュウエコ。もうちょいあの右のやったら前行こうか。スナイパーが2人で俺をいじめかかるあ、人ナイスショで、僕今度気づかなかったんですけどね、画面の中央ごろ、あ、中央ぐらい見てもらえば分かるんですけど、防水のまあケース入れてるんですけどカメラのレンズのとこ割れちゃったんですよね。あ、まあ、あれ見方やけん大丈夫。だからまあこの人は、まあ、もう一個ね、翌日のゲームはたまにあのレンズが線が入ります。お、ナイショ。あの家に替えはあったんですけどね、翌日もまあそのまま車積みっぱいしてたんで、まあちょっとね忘れちゃって、まあ今もそうなんですけど、ね、若干の画面の真ん中から左にかけて線書いてると思うんですけど、チャイコン、シャイコンフラグ取ってこい。シャイコン、あのフラグ取ってきて。フラグゲットをいただいて、それで。ゴー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 。いけ。はい、フラグゲット。ひどいわ、殲滅しよる。クリアリングって。ああ、なるほど。安全確保してからの。オッケーオッケー。っていう流れやけ。みんな元気やね。これがまあ第3ゲームですね。次建物の中入ろうか。まあ結構人数多かったんで、まあこんな感じでね、結構あの開始ちょっとしたらね、あの膠着状態が続くような感じでした。この先に実は5人いるんですよ。で、まあ立つとね、敵からフロート集中か食らっちゃうんで、ちょっとしゃがんでハンドガンで隙間狙ってるんですけど、やっぱねガスなんでちょっと厳しいんですよね。で距離がだいたい
25から30前後かなぐらいなんで、やっぱ球がまあね、あの散るというか、なかなか綺麗に狙えないですね。多分あの前半だったら余裕だったと思うんですけどね。この日ちょっとあの気温も低かったんで25度4度5度ぐらいだったかな。だからあのシングルのね、M45 もちょっと生ガス吹いたりとかしてて、余計球がちょっとぶれたんですよね。結局まあね、このまま膠着してゲーム終わって次のゲームですね。いやおっちゃんたちは前線は無理ですもん。重なってますよ。持ってみますって。結局ね、ここ来るまでほぼ、戦うこともなく、この裏側に隠れてたんですよね。多分あの前線出る主力メンバーは反対側行ったみたいで、こっちはまあ防御かな、うん、っていうような感じでしたね。来た。これ見えてるからね、ARP でさっき打ちゃよかったんですけどね、足元置いたんで、もうそのまま SSG の方で打っちゃって外しちゃったんですよね。はい、でね、右のあの、ちょっと新人の子がずっと抑え込まれてるんで、手伝おうと思って右に出たんですけど。まあね、これもなんかこう左怪しい気はしてたんですよ。でまあ、ずっと警戒はしてるんですけどね。かといってこの右攻められたら挟まれるんでちょっと辛いなと思って。で、敵がちょっとちらっと見えたから余計こっち集中しちゃったんですよね。で、待ってる間に左から。ナイスショ。一発外した時点でね、誰も確認しときゃよかったんですけどね。でまあ復活一回りなんでこれ復活します。残り1分前の、まあ、アナウンスがあって、多分敵は来るだろうなと思ったので、もうちょっとここで待ち構えている状態にしました。
これで、まあ、予想通り2人かな、あの走り込んできたの打ってるんですけどね、さすがにちょっと走っててね、ブッシュの中走らないとちょっと当てられなかったんですよね。でギリギリ最後1人やってタイムアップですかね。終了。一人来たよ。スナイパーが左が狙い。スナイパー倒したんですけどね、ほぼ同時に撃ってて、その流れ弾が後ろの人に当たっちゃったんですよね。ここでねちょっとぶち抜けないか悩んだんですけど、まあ運よくねバレルが出てたんで、そこ狙うことにしました。よし。まあ今倒した2人がね、結構あの常連メンバーなんでね。宣言通り。強いんで早めに倒しておきたいですよね。この正面のバイキング。内緒。よし、これだけ倒なった。よかった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 。厄介なメンバーが減っていった。これラスト30秒っていうアナウンスがなったんでね、走り込んじゃうんですけどね。あ、来たナイショ。こうなるなと思って走り込んだんですけど、まあ見事にやられました。で、これが最終ゲームですね。そうなんですよ。でね、ここでまあ敵先見つけれたんですけどね、ここで外しちゃって返り討ちになっちゃうんですよね。でね、この距離でフルオートの打ち合いになるとちょっと辛いんですよね。あ、来た。左どんなすか。で、もう向こうちょっと味方もね結構いて、右に主力膠着になったんで左から行くことにしたんですけど、もう左に移動した瞬間に2人確認できたんですよ、敵が。おお。本当5、6メーターの距離まで来てますよね。
さすがに、ね、SSG 感じゃめんどくさいんで、もう下ろします。これでまあ3人やれたんですけどね。怖いわ。そんなにいっぱいおっていじめて。でね、まあ3人やっちゃったんでね、ちょっと油断しちゃうんですよね。あ、味方味方。あ、敵か。組将だから、あ、まあ味方だと思ったら、ね、実は敵だったんですよね。まあということでね、また動画アップするんで、よかったらチャンネル登録お願いします。